公庫とは政府系の金融機関のうち金庫、特殊銀行を除いた特殊法人の名称。現在は沖縄振興開発金融公庫のみが存在する。政府が全額出資している。沖縄振興開発金融公庫は琉球開発金融公社を日本政府が承継した時の資産から負債を差し引いた額を出資額としている。 公庫の設立目的は、一般の金融機関から融資を受けることが困難な分野に対して自ら融資することと、一般の金融機関から融資を受けやすくするための保障を行うことである。復帰前の沖縄において設立された法人であって、その名称に公庫の文字が用いられているもののこと。大衆金融公庫法に基づく、大衆金融公庫が該当する。 公庫は事業年度ごとに予算を財務大臣に提出し、閣議決定、国会の議決を経て内閣から通知を受ける。また決算期に財務書表につき財務大臣の承認を受けるものとされている。これらの事項は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律に定められている。昭和26年法律第99号。旧称は 公庫の予算を指決算に関する法律といい、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第9条の規定によって2008年10月1日に解消された。ありがとうございます。